はい、こんばんは、まみチャンネルのお時間です。では、今日はモンストをやっていきたいと思ってます。私の大好きなモンハンとコラボしてくれてるから、これはやらないとと思いまして。最近ちょっとおサボり気味だったから、ちょっと勝てるかどうか不安なんですけど、チャレンジしてみたいと思います。あれでしょ、リオレウスくんが敵なんでしょっていうのを聞いてね。リオレウス好きだからさ。リオレイヤちゃんも好きだけど。あれ、リオレイヤちゃんがメスで、リオレウスくんがオスだよね、確か。4G も出るしね。4はめっちゃやってて、超廃人でした。私。誰で行こう？誰で行こう？獣キラー？誰で行けばいいかな？でも強そうだよね。どうしようどうしよう。もうフレンド選びにめっちゃ悩んでるじゃん私。でもストライクかな。よし頑張ろう。だってリオレウスって火でしょって考えたらギムレットちゃんは弱点だよ。その後濃紺でなんだっけ、ジンオーガだよね確か、いう噂は聞いている。いけるかな。移動してくる。あ、これ誰だ？イーオス？毒のイーオスくんだよね、これ。なんか、あ、イーオスじゃない？私名前がうろいろ。ちなみに 4G じゃない。4は、操縦コン使います。なんか、みんなで、4とか 4G とかもね、なんかやれたらいいよね、モンハンね。やってる方いるのかしら。ちなみにハンターランクね、102ぐらい、多分。ふっ、襟巻きトカゲみたいな、なんだっけ、この子。いるよね。こいつも毒の、毒じゃなかったっけ。ああ、疲れた。怖いよ。ギリギリ残ってるし。うわ、うわ。ゴジラのやつ思い出すんだけど、この移動っぷり。キャー、なんでこんなカードみたいな感じなの。ちょゲージが見えんよ。いい感じに下に持ってった気がする。大事故じゃんっていうぐらい移動してるね。いいかな。ないよ。ちょっと次あたりボスが来そうだからちょっと下に配置したい。ボスじゃないか。でもどうだろうか。ボスだった。よーし、リオレウス覚悟。倒せるかしら。え、何このカードなの。よっしゃ、やっぱリオレウスかっこいいな。怖い。あれ、金とか銀のさ、リオレウスとリオレイヤーなんだっけ、アシュだっけ、あれとか超作ってあるじゃん、ゴールドのやつ。え、何この
何も変なこと言ってもこれゴールドのさやつで報酬いっぱいもらえるやつでさ、なんかチートみたいなさ、なんか待って、チートだからなんかみんなでやるときに嫌がられるみたいなさ、友達とやるときはみんなでゴールドのやつ使ってたけどね。なんだっけ名前全然思い出せない。ちょっとリハビリがてらモンハンもやらないと。OG欲しいし。すごい。すごい。そろそろ回復欲しいんだが、すごい食らってるのだが、なかなかすごいね。下に配置しようとしたのに結局行ったっていう。覚悟。一度クリアはミリゲートショーだな。覚悟は良くて。ストライクショット。ショット。あ、すごいいい位置に出てきた。やばい。私ね、ストライクくん、ストライクショットの使い方が多分めっちゃ下手だわ。やっ、あ、ゲージ忘れてた今。何してんだろう。あ、でも倒せた。よかった。ゲージのこと仕方してた今。ああ、やばい。あ、イオレウスくんは倒せたけど、ノーコンの次が困るよ。ててちょっと足を崩すよ。いけるだろうか。落ちなかったしね。 VS ジンオーガ。ジンオーガってさ雷だよね。いやー、いきなりクライマックスっていう。このあ、ビットンがいるのか。あ、そうだ、そうだ、なるほどね。なんか勝てる気がないんだけど大丈夫か。いやー、来た来た、怖いよね。まあこうやるよね。これあれだね、アンチダメージオールないときついやつだ。ストライク今見たけど持ってなかったよね。大丈夫かしら。あ、何も変なかった。あ、緊張する。でもよかった。うわうわ、え、なんか来たよ、このゴリラくん。なんだっけ名前。今回ですね、この人嫌い。マリオのイベクエかなんかですごい戦った記憶がある。あっ、つらい。だし、これコンティニューするから負けても。負けんじゃんこれ。行こう。
宣言したっていう。あ、死んだ。あ、あ、いや、あ、あ、あ、首の皮一枚つながってる、やばい。もう無理ゲーだよ。辛いよ。もうめっちゃ辛いんだけど。やだ。回復回復回復基本ね。うわうわうわ。もうなんか辛いんだけど、辛いしか言ってない。いやー、めっちゃ強いじゃんジンオンが。あ、そっち行っちゃった。うわー、壁の間に入れるつもりだったのに。死ぬ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 って死ぬって先輩。しかもストライク持ってないんだってば。アンチダメージオールね。あ、やばい。やばい。いやー、飛行でマインスイーパーに当たらないだけ待ってて、これで死んだ。ギリ生きてる。私どうすればいいんだろうか。これなんか全部取った方がいいよね、多分。だって次のターンで陣王家が111でいっぱい食らうじゃん、だって。いける。あ、あ、いやー、死亡した。うわ、ギリ生きてる。なんなのこのギリギリプレイ。やだ、私。って感じ。つらいよ。正解なのかわかんないぐらい今もうひよってる。辛い辛い。痛い痛いよ。ニャン来た。お願いお願い。私まだ死にたくないです。でも死にそうです。全然食らわないじゃん、これ。ファンメイレーザーでも。やばいじゃん。辛いやん。え、取るべき。あ、いや、すごい食らった。もうやめてくれ。あれ、あ、そっかそっかそっか。待って待って、ストップストップするんだ。これ当てなきゃいけないんだよね、確かね。使わない方がいい。中心剣もうこれで死ぬんでしょ。ほら、死んだね。死んだね。でも回復するから。あ、あれ？あ、そっか。オーブとか使えないのか。ええー、ダメだったじゃん。まあ、しょうがない。ちょっと、頑張ります。まあ、こういう回もあるっていうことで、いいんじゃないでしょうか。まあまあ強かったわ。もうほんと死ぬかと思った。超ドキドキした。ちょっとおサボり気味だったから、うん、まあこういう結果もしょうがないかなと思っているよ。あー、でも悔しい。また強くなってもう一回やる。ちょっと頑張る。撮影は負けちゃったけど、ちょっとあと残り時間少ないけど、ちょっとやろうと思う。モンスト、そして最後にやるよ、ファッションコーナー。今日のファッションはこんな感じ。白のショーパンに、ノースリーブの
なんて言うんだろうな、こういうノースリーブのシャツというか、前後の切り替えのシャツ、可愛いんだよなかなか。まあ、こんな感じでした。負ける回もあっても面白いということで、ポジティブにいきたいと思います。じゃあ見てくれてありがとうね。またモンストやります。じゃあね、ハミチャンネルでした。